東エージェント谷博樹さんで基調講演ファイセスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は1番目のセッションから大変な中来ていただいてありがとうございます。本教の特集である、まあ、サス特集ということで1番目の僕の講演では基調講演ということで、まあ、なぜサスなのかといったような話をしたいと思います。ちなみに以前にそのシェイズスナイトでプリプロセッサー特集したときに僕がレスの話をしてたのを見た人はそれは忘れていました。今日はサスの話をします。はい。簡単な自己紹介をさせていただきますと、サイバーエージェントでフロントエンドエンジニアとしてお仕事しています谷と申します。お仕事としては結構ディレクション業務とかマネジメント業務も多いんですけども、基本的には HTML、CSS のテンプレート設計とかそういったところをやらせていただいています。でちょっとだけ宣伝をさせていただきますと、SAS コンパス徹底入門という本が3月で出る予定です。これは SAS の開発者のレイさん、プリスといったメンバーが書いた、もともと洋書なんですけれども、それの日本語版が同僚の石本浩二の監修で3月に出る予定ですので、本屋でいただけた方がいれば手に取っていただければと思います。では問題の方に入っていきます。今日特集されるこの SAS なんですけども、僕ももちろん業務の中では使っています。で同僚のチームのメンバーたちも使ってます。SAS 以外にもこうそういったこう業務効率を上げるようなツールというのはいろんなものを取り入れて使えるものを使っています。で、SAS っていうのはその一定の品質を保つためのツールでもあるし、業務効率を上げるためのツールでもあると言えるんですけども、こうしたものっていうのは、導入のタイミングが早ければ早いほど、その効果っていうのを発揮します。もしかしたら早く仕事を終わらせて帰れるかもしれないし、もっと多くの案件を待たせるかもしれない。そこは、早めに導入することのメリットであると感じています。しかし、こうした業務効率を上げるためのツールっていうのは、その効果が見えないとやっぱ使う時のきっかけがなかなかないと思っています。効果が見えないのに新しいことを覚えるっていうのはなかなかコストがかかるので、それが難しいと思って今回お話しするような SAS も、なかなか手を出せていない人も多いんじゃないかと思っています。その点でいうと、今日来られた方っていうのは非常にやっぱりラッキーで、非常にこう優秀な、こう言いますけど、非常に優秀な彼らが今日SASの使い方についていろんなことを教えてくれるので、これから学ぶっていう方にとってはもちろんそうですし、個人的に使ってるけど、このプロジェクトの中ではなかなか導入ができないっていう人にも、同僚に対して今日配布されるスライドとかを使って、ちょっとSASのメリットとかを伝えたりしながら、チームで使っていくことで、より効力があるので、ぜひ導入を進めていただきたいと思います。では、SAS ということで、なぜ SAS が必要なのかという話をしたいと思っています。これについては、そもそもという話をこうしていきます。僕のようなですね、デザイナーのレイヤーから入ってきて、HTML とか CSS を書き始めたのが、そのウェブの作業としての最初だった人間からすると、そもそも CSS を書くこと、CSS そのものに対して、あんまりこう不満っていうのは持ってないと思っています。何か CSS の言語に対してこういうことができればいいのかなっていう多少はあるんですけど、それほど困っていないっていうのが正直なところではないかと思っています。しかし、プログラマーと呼ばれるような層、プログラミング言語に精通している層からすると、その CSS っていうのは非常にその貧弱な言語で、例えばロジックがなかったり、何か型みたいなものもなくて、簡単に破綻してしまう、その分簡単に書ける言語なんですけど、そういったところで辟易してしまうということがあります。それに対して、SAS というツールを導入することによって、そうしたプログラム言語にあるような強力な機能とか、そういったものが CSS に乗っかることで、より CSS が便利なものになるという期待ができます。ただ、それをまた裏を返してしまうと、デザイナーのような視点から見ると、なぜ CSS を書くのに新しいことを覚えなければいけないんだという点もやっぱりあります。ただ、それをちょっと今日話を聞いてちょっとやってみようかなと思った方がいると幸いなんですけど、その壁を乗り越えてしまえば、やっぱりもっと早く導入しておけばよかったって、必ず思うと思います。僕もそうですし、いろんな方がそうだと思います。で、SAS は一体何をしてくれるのかという話をします。で、SAS っていうのは非常にパワフルなツールであるというのが調べるといろんなところで出てきます。で、これを、SAS をこうウィキペディア的な形で説明すると、CSS にプログラムの性質を与える CSS 拡張メタ言語
というような説明があります。まあ、ただこれでもちょっと分かりづらいなっていうところがあるので、ちょっと噛み砕くと、CSS にその変数や関数、演算や条件式といった、プログラムの機能をもたらす、CSS をより強力にするための、言語であると言い換えられるといいです。ただこれでもやっぱりちょっとどういったことかが分からないと思うので、ここをまた掘り下げていきたいと思います。で、CSS をより強力にするための言語という点なんですが、この言語というところがちょっと引っかかってしまうという方もいるかもしれません。確かに、SAS はですね、Ruby という言語で、実装されている、スクリプト言語ではあるんですけども、SAS を使うために、必ずしも何か新しいことを覚えなくてはいけないというわけではありません。今画面にこの映しているコードは、CSS 書いてる人ならわかると思いますけども、CSS のコードです。が、実はこれは SAS のコードでもあります。今の時点ではよくわからないと思うかもしれないですが、ここで伝えたいこととしては、 SAS を使うために何かすごく特殊な構文を覚えなければいけないということではなく、皆さんが使っている CSS のコードをそのまま書けばいいだけだよという理解をなってもらえればと思います。少し歴史を振り返りますと、 SAS が最初に登場した時はハンブックとネイサンというこの2人で設計して作られました。で、当初この SAS というものが作られた時には CSS をこういった構文で書かなければいけないものでした。でこう見ると、さっきの CSS と比べれば、その括弧がなかったという形で、基本的には、そういった Ruby とかそういった言語になるような、インデントで、そのブロックを作っていて書くようなフォーマットでした。なので、当初はなかなか CSS を書いている人が SAS を導入するというのはなかなか難しいところもあったのではないかと考えていますけども、SAS の 3.00 というバージョンからは SCSS という形式をサポートして、それによって普段書いている CSS の構文で SAS を扱えるようになった。これによって広まったのではないかと思っています。では、再び SAS の定義話に戻りますと、CSS に変数や関数、演算とかっていうそういうプログラムの機能をもたらすという点なんですけども、これについてもどういったことをやるのかというのを簡単に触れておきます。これらを使ってどういうことができるかという点は、この後のセッションで聞くことができます。見ていただいているのは変数を使った簡単な例です。フォントスタックという変数があって、プライマリーカラーと呼ばれる色を定義した変数。この後に変数という概念も CSS だけやってるとなかなかパッと来ないかもしれないですけども、そういった箱に含まれる。それを使うことで、プロパティ内にそれを呼び出して、再利用、使いやすくするというところが一つ使い方としてあります。他には演算というところでは、これはレスポンシブウェブデザインに対応するためのビルスの計算をしているような例です。通常であれば何かしらそのパリングの計算だとかウィルスの計算だとかパーセンテージに変換するために電卓を取り出したりとか、そういったことをいちいちやらなきゃいけないんですけども、さすがではそのコード上で計算ができてしまうと。でこれをこう、SAS の方で変換をして計算した結果を CSS として出力するといったことができます。他にもロジックとして if 文とか else 文とかを使って書けたりとか、このようなところの応用は後のセッションで見られます。ではこの SAS というものをどうやって使えるのかというところが、実はその SAS を使っていく上での一つのハードルにもなっているかなと思うので、これにも触れておきます。SAS っていう話で先ほどまでいろんなコードをサンプルに出してきたんですが、あれらはすべて .css という普通の CSS のファイルではなくて .sass とか .scss とか、そういった拡張子で保存して使われます。ただ、ああいった演算が書かれたコード、演算が書かれた CSS の構文をそのままブラウザっていうのは読み込むことができません。なので、SAS で書いたコードをいざ使うためには、一つコンパイルというプロセスが必要になってきます。このコンパイルっていうのはすごく本当に噛み砕いていってしまうと、そういった SAS の構文で書かれた、CSS のフォーマットで書かれたものをCSS に変換するというプロセスが必ず基本的には必要になります。Ruby のプロジェクトとかであれば必要な場合もあるんですけども、基本的には必要であるということが分かります。こうすることによって初めて CSS になったコードがブラウザでも取り込まれるようになって、皆さんが書いた SAS のコードがブラウザで使えるようになります。
で、この今回のっていうのをどうやってやるかっていうところで、まあ、公式サイトのものとかを見てしまうと、まあ、こういったやっぱりいわゆる黒い画面と呼ばれるものです。ターミナルとかコマンドプロンプトとか、まあ、そういうものを使って行う必要があるみたいなところもあるんですけども、実際には必ずこの黒い画面を使わなければいけないというわけではなくて、まあ、一部ちょっと使わないといけないところもあるかもしれませんが、こういった、GUI と呼ばれるようなこういったアプリが必ずあります。こういうものであればこの画面上で操作をして、どのファイルを、コンパイルするかとかそういったことを設定するだけで簡単にできてしまうので、このコンパイルとかどうやって使うのかというふうに、あまり難しく考える必要はありません。ここら辺のお話も、アドバンスセッションであります。まあ、次に、なぜ SAS を選ぶのかという話をします。まあ、新設プリプロセッサーと呼ばれるものは、まあ、以前、プリプロセッサー特集で来られた方は知っていると思いますが、まあ、いろんなものがあります。主なものとして、ノード製のスタイナスとか、レスというものがあります。以前僕がレスの話をしたときも、まあ、レスの場合だと JavaScript を使って簡単に使えるという点で、まあ、初めてのプリプロセッサーとしてはおすすめといえばおすすめなんですけども、まあ、なかなか、SAS の方が、まあ、いいという点が非常にあります。まあ、人の一つとして大きなことは、こうした SAS のことを扱っている日本語のブログ記事とかいったものが非常に多いという点です。それ以外にも、今日販売されるレンタルを、SAS の教科書とか、ボリティに書かれた SAS の教科書とか、関連書籍なども多くて、これから覚えていくという上では、ググれば何か出てくるというのが SAS なので、非常に便利だと思います。で、SAS のものの、その開発の安定具合というのも、SAS を選ぶ大きな理由の一つと言います。他の、プリプロセッサーもですね、順調に開発が進んではいるんですけども、その開発者コミュニティの大きさとか、非常に多くの方がそれにコミットしてバグを回収したりとか機能を追加していったりということがよくできているのが SAS です。で、ちょっと場面知識というか、ちょっとした雑なんですけど、もともと SAS っていうのはこのお姉さんがいたんですけど、気づけばメガネを残して去っていきました。だから SAS ロゴとかで調べるとお姉さん出てくるんですけど、まあ、今日お姉さんとメガネの写真使ってたのはただこうです。で昨日気づいたんですけども、すごくどうでもいいんですけど、このメガネの画像なんですけど、この光ってる部分なんですけど、ここがね、セミコロンになってますね。非常にどうでもいい話なんですけど、なんかちょっとかっこいいなと思って手を挙げてみました。で、再び、SAS の話に戻るんですけど、SAS を使う、選ぶ理由として、非常に大きな理由の一つが、このコンパスというフレームワークです。これについては、この後、黒野さんからお話があるんですけども、これを使うことによって、すごく簡単な機能の一つを言うと、皆さんがおそらく、いつもでも使っているだろう、CSS スプライトと呼ばれるような、なんか画像を結合して、バックグラウンドポジションを変えて、管理するような、そういったものを自動で行ってくれたり、CSS3 のベンダープレックスを、いちいちつけずに、自動でつけてくれるような機能であったりとか、そういったものを備えたもので、非常に強力なこのコンパスというツールがあるのも、SAS を選ぶメリットの一つといえます。で、ここまでお話した通り、SAS っていうのは非常に夢のようなツールというか、使って損がないというものでは、言えるというか言えるんですけども、最後にお話ししておきたいことは、SAS はただのツールであるという点です。これに関して一つ引用すると、バーマン・ベインターという彼の言葉を言うすると、もし皆さんが書いているその CSS が、貧弱なものというか、しょぼいものであったときに、プリプロセッサーはそれをよくしてくれるようなツールではないということです。あくまで CSS という、標準のものがあって、それをより便利にするためのものとしてのツールであるということで、そのツールの使いこなし方、使い方というのを誤ってしまうと、例えばそのひどい CSS を書いてしまったときに、よりひどい CSS になってしまうという可能性も実は秘めています。そういったところで、簡単な一例で、この後同じような例が出てきますけども、例えばこうしたですね、非常に SAS らしい書き方をしたコードがあります。これは SAS の特徴の一つである NEST といった、もともと構造に HTML の構造に一体の形で入れ込みをかけるフォーマットであったり、今回、このセッションではまだ説明していない、いろんな SAS の機能を盛り込んだようなコードです。使える機能がたくさんあるので、それらを全部使って書いていくと、非常にそれらしくはなるんですけども、その結果出力されるコードというのは、こうしたコードになってしまうことがあります。で、ここで皆さんに考えてほしいことっていうのは、こうしたコードを SAS を使わずに、
書いたときにこういった行動を書くかどうかという点です。要は普段皆さんが CSS の行動を書くのと同じようにその出力結果がこうなることを、きれいな行動になることを期待して書かなければ、さすの行動だけ見てると出力した行動が実は汚い行動になっているという可能性があるので、そういったところを想像してほしい。まあ、さす自体が非常にその依存性が高くてですね、ちょっと使ってみるかなと思って使っていくと、もはやさすなしでは生きていけない体になってしまうようなっていうのはちょっとあるんですけど、まあさすなしで CSS を書けないっていうような便利さは確かにあるんですけども、あくまで皆さんが書いているのは CSS であるという点を忘れないことが非常に重要かと思っています。でもしこの中で、まあ、既に SAS を使っている方がいれば、もし見たことがなければ一回 SAS で書いたコードの、そのコンパイルした後の CSS を一度見てもらいたいと思います。それが SAS を使わずに自分が書いた場合と同じようなコードであればいいんですけども、 CSS だけでこんなコードを書かないというものであれば、ちょっと SAS の使い方っていうのを見直してみることもご説明します。まあ、そこに関しては、SAS というよりもやはりその CSS をちゃんと書くための設計だとか、そういったことが必要になってきます。で今回のこの LP では一番最後の高田さんのセッションでその CSS の設計といったお話をしてくれるので、そこからでも学べることも多いかと思っています。では最後にですね、SAS のリポジトリからの言葉を申して SAS makes CSS even again ということで、SAS で CSS をまた面白くということで、今日一日の調査ですが楽しんで帰ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。セミコロンだというね、メーカー。そう、昨日はこれいいなと思って。左側のコロンってことなんですかね。おそらく。これ本当？まあ僕は加工はしてないから本当です。ずっとそれについて言及はされてないんですけど。わかりました。はい。まあ、ちょっと、こっからかよって方もいらっしゃると思いますが、まあ、今日は一応、まあ、ベーシックなところからスタートしていこうということなので、概要ということでね、お話しいただきまして、ということですけどね。はい。まあ、ですからね、結構やってらっしゃる方は、今度教える立場になっていくときに、こういうアプローチがあるな、みたいなことで聞いていただくのもいいんじゃないかなと思いますけどね。ということで、もしおばさん、はい。最後におっしゃった。はい。CSS をちゃんと。はい、やっぱサイバーエージェントはボスで斉藤さんという方がいらっしゃいました。その方がすごく口癖のようにそうですね、口癖のように我々は聞かされていました。なるほど。 CSS をちゃんと書け、具体的には。先ほど谷さんおっしゃったように、はい、普段その CSS をもともと手書きで書いてた時には、はい、そんなこと書かないよねっていうような、なんか一箇所にセレクターが100個ぐらい集まってるから、そんなことしませんよね、普通しないじゃないですか。なのでしっかりとこのコンパイル、最終的に CSS として出来上がりますけれども、出来上がった後の CSS をちゃんと想像しながら、はい、SAS も書いていかないと、容易にすごい汚い CSS になっちゃうので、途中ね、はい、行き当たりばったりじゃなくてちょっとこうメンテとかその構造を考えながら書いていくことを考えていかないと、SAS も SAS 以前のところもダメだよねってことですね。はい、ということで、じゃあ谷さん、非常に素敵なスライドで、ありがとうございます。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。